はい、こんにちは、おいしょです。見てください、この後ろのですね、絶景のビーチスポットです。ここはですね、レンボン岩島と言われるビーチで今撮影してるんですけども、私がですね、こうして今世界を旅しながらも自由に、まあ、生活をねしているのもやはりネットとね、スマホとパソコンを使いながら配信してるからなんですね。いやー、こういうね、やっぱりね、方法があるだけに使いこなさないと非常にもったいない時代です。で、最近ではですね、コロナウイルスとかね、日本では暗いニュースばかりですけども、どんどんね、やっぱりちょっと危ないと感じた日本が飛び出るぐらいの勢いがないとですね、これから生き残っていくというか、判断をね、早くどんどんして行動してね、やっていかないといけないと思います。ひゅー、波がここまで来てます。はい、ということで皆さんもここレンボン岩島に一度ね、来てみてください。それではまた、チャオ。音声の使い方についての動画になります。ぜひこの動画をですね、参考にして売り上げを上げてほしいなと思います。はい、早速ですね、今回の、ホワイトボードにね、わかりやすく書いて説明していきたいなと思います。で、なぜ今回ね、こういうチャンスの掴み方についての動画になったかというとですね、つい最近ですね、売り上げを上げるためには必要なのは在庫数を販売することなんですけども、これが商品、メーカーから商品を引き寄せるときに、自分のところに引き寄せるときに、何店舗も支店を構えていると在庫がどこにあるのかっていうのがわからないときっていうのがあります。で、これまた言えば営業したいときにもそうなんですけど、営業するときに電話を何店舗までかけたらいいのかっていう質問がありましたので、解説していきたいなと思います。で、実際最近私の身の回りで起きたことなんですけども、例えばこの 1,2,3,4,5,6 店舗の、まあ、例えば福岡市内だったら6店舗の取引先があると。でもそこには在庫が限られているというふうになります。で、理解してほしいのは、この6店舗だけに本当に在庫がここだけに収まっているのかということなんです。で、ここがなかったら違うとこ、例えば滋賀県とかね、福岡県の周りだったら大分県、佐賀県、宮崎県、長崎県、で鹿児島、でしっかり山口、で広島、岡山というふうに、こうやって枠を外れたように電話をね、しまくって、でしっかりと在庫をね、引き寄せてほしいんですね、自分のところに。で、この在庫がどれだけね、自分のところの売り上げになってるかっていうのを考えると、この6店舗だけの固定概念っていうところに留まってしまうと、チャンスを逃してしまうんです。だから今日、チャンスの掴み方の、そして売り上げの上げ方の動画になっておりますけども、とにかくね、自分の身の回りの、自分が見覚えのあるものだけを引き寄せるんじゃなくて、しっかりと自分がしっかりとデータに出て、何店舗で、この周りには何店舗支店があるのか、メーカーがあるのかっていうところまでしっかりと押さえていくと、全部ね、とにかく全部電話するってことは基本中の基本です。ここをしっかりと押さえてほしいなと思います。ということで、今回のこの動画ではチャンスのつかみ方、そして売り上げを上げるメソッドについての営業の電話の仕方でした。それではですね、引き続き動画またアップしていきますので、ぜひ見てください。今日もありがとうございました。